アンニュチャンネル。あと1分3秒ぐらいかな。あ、じゃあそろそろ上着脱ぐかな。そうだね。上着を脱ぐタイミングを緻密に計算する。よし、脱ごう脱ごう。頑張るぞ。うまくいきますように。お辞儀をするとき、勢い余ってよろける。演奏が一番大事だから。なんかちょっと違和感あんな。位置の問題かな。椅子の位置や高さがなぜかしっくりこない。高さの問題かな。なんかしっくりこないんだよね。まあでも、もうちょっとまだいまいちだけど仕方ないか。最終的にはしっくりこなくても妥協する。ん？ちょっと待て。いつもは絶対に忘れないところをど忘れする。ノリで弾くしかない。よし、あと2小節。あ、次の小節だ。次。なんとかなった。ほとんどの場合なんとかなっている。あと少しで一楽章終わるのにな。めっちゃ咳したいけど、今するわけにはいかない。せめて演奏終わってからどうにかして。あと少し我慢。じゃーん、じゃーん。あ、やっと席ができる。演奏中に急に席がしたくなって困る。何事もなかったかのように次の楽章を弾き始める。楽章と楽章の間で鼻がかゆくなる。お客さんの目を気にして鼻をかかなかったが、弾き始めてからやっぱり後悔する。